花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は晴れ、晴れ、ね、晴れましたね。やっぱ晴れた方がいいね。いいですよ ね、 あの雨がちょっと続きましたけど、そう、昨日はちょっと寒かったですよ ね、 ねえ、もうこういう時は風邪を、でも風邪いかなくなっちゃったの俺は全然。あ、でも皆さんそうじゃないですか。なんか気をつけてるから普通の風邪もなかなかこう近寄れない。そう、風邪ひいたり熱が出たりとかしなくなっちゃったね。ないですね今ね。やっぱりそういうのがあるのかな、あの検温したりとか。そうですよね、まあ、このスタジオもね、あのやっぱり消毒とか、ね、検温、あとね、まあ、換気とかもしながらこうやっていきたいと思うんですけどもですね、はい。今日はね、はい、この晴れの中にですね、あのお越しいただきました素敵なゲストをご紹介しましょう。高崎雅子さんです、はい、こんにちは。どうもご無沙汰しております。どうもご無沙汰しております。久しぶりで皆さんお元気で ね、 ね、そうそう、で先日ほらお誕生日だったんですね。おめでとうございます。年は言えませんがお誕生日でした。ありがとうございます、ね、ハッピーバースデーでした ね、 ね、あの高崎雅子さんといえばですね、紀ノ国屋バンドというね、はい、あの、素晴らしいバンドのねボーカリストとしてね、うん、あのあれですけども、まずねこの、今回そのアナログで再発されたわけですよね。これ持ってきていただいて、これはね、でもこのこれはこれはってね今動画も撮ってますけども、このアナログ版もね今日ねお持ちいただきましたね。これ動画も撮ってますけども、ねえピカピカになって生まれ変わってきました ね、 すごいですね。これストリートセンセーションっていうね、うん、これは78年ですね。78年、うん、78年、40何年も前のものがこうやって新品になって戻ってきて、やっぱ嬉しいですよね。ピカピカになって戻ってきて、そう40数年前2年前ぐらいですね、うん、それがこれはやっぱ海外とかでね、あの今やっぱりそのすごい人気が出てましてですね、これはスペシャルのね今日サウンドをねその皆さんにあのお届けしたいと思いますけども、このやっぱりアナログ版というのは素敵ですよね。そうですね、僕もちょうどデビューの頃あもうあのアナログだったんですよね。アナログですもんね。そうですよね、まあ、雅子さんのデビューっていうのは竹内まりやさんとかとねと一緒で、ね、最初があのロフトセッションズっていう、あのロフトですよね。そうです、ライブハウスのね、うん、であれで5人ぐらいで、1枚のアルバム作ったんですけれども、その中であのこの亀、はいはい、うん、伊藤健二さんなのか山下達郎さんなのか、はい、要はシュガーベイブです。シュガーベイブの作ということでこの亀をやらせてもらって、はいはいはい、うん、でその後次がそのなんだそれを作った時のアウトテイクのテープが結構見つかったんですって、うん、アウトテイク、はいはいはい、うん、それで作ったのがロフトセッションズアウトテイクスってことで2枚組で出てます。すごいだ、それ前回だったんですかね。そうですそうです、前回ねご紹介しましたけど、なんかねこれ今その海外で日本の要するにシティポップっていうか昔のね、うん、そういうあのものがやっぱりもう一度こう見直されてるっていう ね、 ね、松下さんもご存知の、はい、あのほらミキちゃん、松原ミキちゃん、ミキさんですね、うん、今ねすごい一番、うん、1位みたいな、1位を何週も続けたって言ってましたよ ね、 ね、あなたいくつぐらいの時に一緒だったの。ね、ミキちゃんと私はいくつ違いで20、まあそれこそ25、6ぐらいですかね、私が、ほうほうほう、まあ大学卒業してしたてで、私もよく分かんない頃、うん、分からない頃ね業界が、でもミキちゃんは早くからデビューしてたので、あ、そう、そうなんです ね、 ね、だから今あの、まあ、アナログのレコードもそうなんですけど、カセットテープ、うん、ビデオデッキ、いわゆる昭和の匂いのするものが、またね若い人たちにも流行ってるって言ってましたね、うんうんうん、
まずね、このストリートセンセーション、のね、はい、アルバムの中からですね、まずは一曲聴いていただきましょう。これはタイトルは、何でした？クリスタルマジック、清水信之、今もう編曲が大先生になってますけ ど、はいはいはい、清水信之の作ですね、はい、はい、クリスタルマジック。はい、ということでね、まず一曲、
いやいや、いかがでしょうかね、皆様。今日晴れてるし、ね、あったかなとか、ね、まあ、今日の天気にね、車でどっか行きたくなるクリスタルマジックですよ、これがね、うん、この今アナログ版ブックがねちょっとこう 手に持ってますけどもね、このジャケットもすごい綺麗ですね。ジャケットがね結構注目されて、ジャケット買いする人もいるんです。昔ジャケ買いね、昔こういうのジャケットでね、あの選んでましたからね、うん、そうですね、飾っておきたい、素敵、うん、いいもの作っていただいたんで。そうそう、これがだってあれでしょ、買うのに大変らしいじゃないですか、品切れして。あれはね、あのこれが出るまではオークションで結構いい値段がついちゃってて、2万円とかだよ、はあ、もうついてた時があった。あとシングルの方も、さっきのクリスタルマジックと、その、まあ、今度かけていただく M4 字っていうのがこうカップリングになってシングルになってるんですけど、はいはい、そのシングルもいい値段で、これはね、あの素晴らしい、皆さんもね、あのたくさんやっぱ曲をね、あのお聞きしたいと思いますので、この中からね、あのもう一曲ちょっと続けてになりますが、これなんかいろいろでもメンバーの方っていうのをご紹介いただけますか。あ、そうですね、そうですね、もうせっかく出たんで、はい、ここにもあるようにまず、はい、リーダーが、はい、ないか、これ見えないか、リーダーが、はい、河辺春人はいはい、がギター、これがまたあのジミー・ヘンドリックスばりのギンギン、もう聞いてわかる、うんうんうん、うるさいギターで、で彼がまあリーダーだったんですけど、はい、で彼のうちが箱根の紀伊国屋、うん、旅館っていうところが老舗300年続く旅館だったんですけど、そこから紀伊国屋バンドっていう名前が、ね、そう、もうすごいあれなんで、彼がもうワンマンで、彼が全部仕切ってたからまとまったようなもんで、もともとは日本語の歌を歌ってなかったらしいですね。そうです、もうそれでまああのレコードを作るからっていうんで、うんうん、まあそれぞれオリジナルをこう絞り出して、うん、あるいは提供いただいたりなんかして、そこら辺の時に山下達郎さんとか、ね、あのまあ、いろんな大貫妙子さんの曲を提供していただいて、はいはいはい、うん、この中に入れられたみたい。生田圭太郎さんもそうです。圭太郎さんの曲も入ってるんですよね。圭太郎さんの曲も入ってます、聞いてますか、圭太郎さんもね、やっぱりその当時のミュージシャンも素晴らしい ね、 ね、方たちとね一緒に録音されてね、うん、あの作家の方たちもそうですし、そうですね、やっぱりあのちょっと進みすぎてたんですかね。っていうか逆にあの、ね、その当時の方たちが何十年も、うん、まあ、現職で頑張ってくださったから、そうです、ね、残せたかもしれません。確かにね、うん、だから本当功労証拠ですよね、うん、なるほどね。あとあのメンバーの方っていう、はい、あ、リーダーが河辺春人、はい、でサイドギターが石崎キテルで、うん、まあ、細身の方なんですが、はい、であと誰だ、キーボードが清水信之、はいはい、あ、今もうアレンジャーで、はい、素晴らしいですね、奥さんが、あ、ほら忘れた奥さんが有名なシンガーソングライターで、うん、今もあの編曲で活躍してます。なるほど、ね、うん、それであとは、ドラムスが横澤龍太郎、はい、で彼も今もうすごい活躍してて、パスカルズという大所帯のバンドなんですが、うん、はいはいはい、あのなんだっけ、タマっていうバンドがあったじゃないですか、はいはいはい、昔イカ天かなんかだっけ、あの方の名前忘れた、うん、ロケットマスさんたちと大所帯バンドやって、うん、でヨーロッパツアーやったりして、あ、そうですか、うん、すごい活躍してます。だからみんなね、うん、活躍して頑張ってくれてますよね。なるほどね、うん、それで、まあ、ベースが去年亡くなってしまったんですが、うんうんうん、あの森山金太、彼もすごい活躍してて、はいはい、まあ、カルメン・マキと 5X に所属してたんですけれども、はい、横浜でね何回か飲んだことありますよ。あ、そうですか、うん、あの辺にちょこちょこいたからね、そうですか、うん、だから残念にも真二人亡くなっちゃって、うん、あとはあれですね、ドナルド・パーカッション親方マクシミス、あ、マクシミス、はい、いろいろ仕切っていただいてます。なるほどね、ということでね、あの素晴らしいメンバーの、要するに、この再発になりましたよね。かっこいいね。今はやっぱアナログ版っていうのはまたブームになってるんですかね。見たいです ね、 ですね。あの結局 CD って、私素人だからあんまりね、うん、言えないけれども、うん、なんか思わずでごまかされて、はい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 、もうちょっと細かい部分が、はい、こういったやっぱりレコードの方が聞けるんじゃないかなと思って。違いますよね。僕もね、あの
エペックの時もやっぱアナログ、うん、まあ、CD がまだ世の中なかったんで、そうですね、40年ぐらい前になったんで、うん、で徳間に移った時もやっぱちょうど狭間で両方出したんですよ、うん、アナログと CD を。あ、本当？そうそうそう、だからあのね、うん、あの両方ちょうど移行期だったんですよね。そうなんですよね、うん、でもアナログ版っていうのはやっぱり違いますよねと思いますね、うん、私ねマニアじゃないかなとも言えないけど、でもやっぱりなんかこう、うん、ちょっとした歪みみたいなのが良かったりするのかもしれませんよね。なるほどね、この中からね今日はね、もう一曲ねお届けしたいと思いますけどもですね、はい、これが曲目はなんか永遠の4時かな、大貫さんの方かな。あ、そうですね、これどれになるんですかね。永遠の4時ですね。あ、これが大貫妙子さんの曲ですね。そうで、大貫妙子さんの曲が、うん、なんかね、テレビ You は何し日本へっていう曲で、はいはい、日本へその外国人がその歌を買い付けに来たっていうんで注目された部分もあったりして、でまたそこで大貫さんの永遠の4時が人気出たらしくて、動画再生もなんかすごい回数出てましたね。そうなんですか、素晴らしい、ね、じゃあ聴いてみましょう。AM4 時you
はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。素晴らしい、もうサウンドですよね、これね。ありがとうございます。AM4 時というね、かっこいいですね。今アルバム見ながらね、若い頃 の, あのお写真ね、楽しみまし、雅子さんの写真見ながらこの頃は突っ張ってたのよみんな若い頃結構突っ張ってますよね。ロッカーですもん、そう、まあ、でも当時としてはこのアルバムの前というか、バンドはほとんどやっぱ洋楽とかやられてたんですか。そうですね、洋楽カバーで、もううちライブバンドだったから、だからそんなレコードができるのは想定外だったから、ライブで、まあ、野音とか、の大きいフジロックも出たと思うんだけど。あ、なるほどね。結構やっぱりそのこのレコーディングするということでいろんな変化がこうあったわけですかね。そうですね、みんなやっぱり仕事をしながら、バンドやりながら、レコーディングしながらで、でやっぱりレコーディング夜じゃないですか、で私なんてもう田舎だから実家が、でレコーディングに都内まで行くわけですね、で夜中遅くに上がって、で友達の家に泊めてもらって、大変でしたね、ああいうのがね。ね、ということでね、まあ、いろんな思いがあると思うんですけども、このやっぱりこう音楽を やられてて、その、まあ、今回こういうアルバムが出てすごいまたこう一つのブームにね、なるわけですけども、その間っていうのはいろいろご苦労あったと思いますけども、なんかいろいろ私はもう一回やめてますから。もうこのアルバムを作って、結局まあ河辺が家を継がなきゃいけないからっていうのは一番のネックで、結局は続けられなくなって、彼がいないと紀伊国屋じゃなくなっちゃうから、でやっぱりね、こう仕切るのが大変、みんなもうそれぞれ力つけて個性が出てたから、彼がやっぱり収めてたから、彼がいなくなっちゃうと、まあ看板の紀伊国屋もなくなっちゃうからっていうんで、まあできなくなっちゃって、それでまあ私も家に入ったって感じで、レコード屋さんやってましたからね。あ、そうですか。なるほどね。まあいろんなみんなご苦労がね、みんな当時そうですよね。そうですよね。だからやっぱりここに見える吉田悦子さんもそうだし、なんか丸山恵子さんとかも大野恵里さんとかもね、いらしたりするけども、やっぱりその例えば子育てで10年ぐらいやってなかったとか、いろんなもう、まあ、精神的な部分でしばらくね、やってなかった。でもまたその今度、まあ、今の雅子さんのその今歌いたい歌っていうことでライブとかをね、やり始めてますね。そうですね、今回また近いうちに、はい、しっかり持ってきました。もうそこに持っていくのがまたうまいでしょ、僕も今日フライヤーね持ってきていただいておりますが、この近々の、ライブっていうのはそうです、9月25日の、これ何曜日だっけ、土曜日です。土曜日、はい、ここにあるように、はい、下北沢のラウンという、ラウンね、下北沢、それで、まだねこの緊急事態が解かれてないんで、人数制限もあったりするので、ぜひこのホームページから、アクセスしていただいて、こちらのお店に予約いただく方がいいと思います。そうですね、人数の関係で素敵な、僕も一度ね、やらせてもらったことあるんで、素敵なお店ですよね。そうです、落ち着いた、ね、感じのいいところなんですよね。下北沢ラウンということで、ますので、これは、9月の25日、はい、これメンバー、高崎雅子さん、マックシムさん、はい、カルロス三浦さん、はい、これ竹蔵さんギター、そうです、でそのカルロさんと竹蔵さんが、ファンクリマンジュって言って2人でグループ、まあ、デュオやってて、これがまたファンキーグループで結構人気あるんですよ、ね、あ、そうですか。今回それで2人にお手伝いいただいて、素晴らしい、プラスマックです。あ、なるほどね。これご予約は、お店の方に、そうです、あ、ごめんなさい、そうですね、お店の方でもいいですし、でもいいということですね、はい、Facebook で私の方、下北沢はラウンですね、はい、ということでね、またあの
今実際こうライブとかでやられてる曲っていうのはどういう割とカバー曲とかが多いんですか？そうですね、本当にだから今何歌いたいのを自分で選曲してやってます、はいはい、やっぱりちょっと洋楽が多くなったりこの中のアルバムから、はいはいはい、せっかくだから最近になって思い出して、うんうん、あ私日本語も歌ってんじゃとかと思って、ね、それでアルバムの中の曲歌い出してここでねこの中にも入っていますけどもね、アルバムの中にも入っていますけども高崎雅子さんの作詞の曲ちょっと聞いてみますか。作詞と曲ですか？ワンナイトアフェアかな。作詞作曲の、はい、ワンナイトアフェアですか、ね、ワンナイト、これがちょっと向こうに言ってなかったかな。これトラック何になりましょうか？一番最後です。あ一番最後ですね、これはワンナイトアフェアって言いますかね。はい、うん、ということでね聞いてみましょう。ちょっと曲がこれ生放送でね僕段取りが悪くて申し訳ありませんがちょっと曲違ったみたいですけども、うん、これもすごいリズミックでいいですね。そうです、これは河辺作のジャンプという曲、ね、うん、彼が作りそうな曲、うん、これぐらいにしとかないと小出しにしていこうかなと思って。ありがとうございます。小出しにね、これ CD になると一番最後の曲になるのかな。ワンナイトアフェアっていうそっちに書いてなかったっけ。じゃあ探してもらってる間に、うん、ちょっとお便りご紹介しましょうか、ね、お便り先に、はい、いきますね、はい、ミキさんからねいただきました。博多のミキさん、はい、皆さんこんにちは、はい、雲の隙間に青空がかすかに見える博多です。博多です、うん、先週のクイーンレスの清水和夫さんも素晴らしかったですね、はいはいはい、放送を聞き終えてから、うん、メッセージが下書きに入ったままで送られていなかったことに気づきました、うん、すみません。はいはいはい、そして今週は久しぶりの再登場高崎雅子さんですね。ありがとうございます。お帰りなさい。ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。あ嬉しい、ね、博多からもね、博多からもね、うん、実はオイラも、うん、オイラってねミキさんね、うん、9月一桁の日なんで、親近感が湧いてます。9月8日でしたね。おめでとうございます。菊田俊介と同じ誕生日でしたよ。ミクも誕生日おめでとう ねおめでとうございます、うん、ロフトが暑かった頃に思いを馳せながら聞いています。知ったんだ、うん、オイラが、言ってたのは80年代の後半でした。実は当時の店長とは付き合いがあり、うん、スタッフチーフをしていたプロレス団体のチケットを、うん、とっくにソールドアウトしてたけどその店長に頼まれて無理やり席を作ったことがありました、うん、しかし本当に音楽の偉大さはここにあるって思います、うん、素敵な音楽は時代を超えますよね、うん、それを再び確認できる時間を楽しめるだろうってウキウキしています、うん、今日もスタジオのアットホームな空気の中、あっという間の1時間を楽しんでくださいね。ありがとうございます。それがこっちに伝わります、はい、25日のライブの成功も遠く博多から祈っております。あ嬉しい、ね、博多からありがとうございます、はい、加納さんは明後日の楽屋でのライブを楽しんで楽しませてくださいね、うん、これ横須賀ね、明日、明後日か、明後日ですか、12日ですね、これお昼ですね、日曜日、うん、お昼からちょっと夕方にかけて、横須賀楽屋でやりますんでね、はい、よかったら見に来てください、はい、久しぶりですね僕もね歌うのはね、うん、そうですね、楽しみですね。8月全部飛んじゃったんで、ねえ、まあでも今ちょっと辛い時期かもしれませんが、うん、やっぱりこうなんかこうこういう時だからこそ歌ってね、皆さんねこう笑顔でね、うん、元気にね、なっていただきたいと思いますよね。こうやって聞いていただいて一時でもね、そうですね、音楽に触れて、ね、うん、あーとこうね聞き流せるだけだって、うん、ね、そうですね、いいと思うんですよ。そうですね、うん、ということでね、ワンナイトアフェア出ましたね、はい、ちょっと行ってみますか。
い、ということでね、素晴らしい演奏ですけどもね、これはもうあのこんなにテクニックを見せつけられるとすいませんっていう感じになりますけどもね、ちょっとね今換気タイムして、あのスタジオ一応基本的に3人なので、あの松下君と交代して桜田君今日はね、はい、来てもらって、よろしくどうぞ、ということでね、今日は高崎雅子さんですけども、まあいろんなこう思いがあると思いますけども、この曲はもう作詞作曲、この曲は作詞作曲の曲、うん、ママ、はい、ママは、ここに、レコードを持ってきましたが、はい、生で歌う曲じゃなくて今の CD、 CD の、うん、今の曲はまあ要はだから作って、ね、自分とオリジナルを作れっていうん で、 それで一応なん自分でそのなんだイメージ、うんうん、こういう構想で、はいはいはい、こういう、まあ、のオルガンソロを入れてってこういう感じでっていう構想を作って、まああのもう単純な行動進行だから行動進行は作ったんだけど、うん、あとはもう信行とか、うん、バンドでこうアレンジしてもらって、うん、本は本で、うん、本セクションでアレンジしてもらって作った曲なんです。なるほど、ね、うん、それなんかね素晴らしいですよね。これを最初に聞いたんですよ僕、あのなんか音源ね、これすごいなとか思っちゃって、このねやっぱ俺はノポイキのオルガンソロ、ハモンドオルガンの、うん、私、ね、あのフットペダルのあのベソが好きで、うん、で、ね、あのソロを聴いてもらいたくて、まあ、この曲構想を立てたんだけど、うん、なるほどね、うん、まあ、あのいろんな、ね、お話あの聞いているとですね、高崎雅子さんがそのもともとはやっぱりそういうボーカリストもそうだし、いろんなそのカバーをやられてるんですけども、そのやっぱり影響を受けた人っていうのはありますかね。いや結構やっぱりあのアメリカのなんだろう、南部のバンドだったり、はいはい、うんうん、ボニー・ブラムレットさん、はいはいはい、レッドさんじゃブラムレットさんがいるんだけど、うん、で彼女とかも聞いてたし、その前はあのブルースとかも聞いてたんですけれども、うん、でさっきのあのココさん、あココテイラーさん、そうこれココさん、まあ菊田俊介さんがね、うん、ずっと向こうで一緒にやってました、ね、で私はだからブルースの、うん、今日アナログ持ってきていただいてますけど、これを一番最初に買ってこっから入ったんですよ、あそうなんですか、うん、それでまあね今度やるそのママという曲もこの中に入ってて、まあキノクリアでもやってたんですが、キノクリアやると、うん、もうハードロックになっちゃうそうだね、なるほどね何でもギターに結構これいろんな方がやってそうですか、うん、そうですよね、うん、でもこのココテーラーさんに影響を受けたっていうね、今日このアルバムをね、あの今何十年前のあの北海道いますけどもね、そうですか、見て喜びますよね、何十年前に一番最初に買ったやつ、でここさんの歌を聞いて、まあ今日はちょっと生歌をね、あの桜田君来てますけども、ちょっと今から一緒にやりますか、なんかそうですね、ここさんのバージョンではなくてちょっと聞きやすくルース・ブラウンのバージョンになっちゃうんですけれども、うん、まあママヒトリッチュドータミンという今日は素晴らしいコーラス好きで、いやなんかおすごいなプレッシャーかけなくていいんだ、いやいやいやコーラスができないんだからこんなの初めてだとかと思って行きますか、行きますか、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、Mama, this man is waiting
when he takes my money, make me call him honey. My mom, my dad is aching. I believe it's in a breaking. Now why should the locals send what the matter with this man? I said, Mama, teacher, Lord, I mean. He treats you, Lord, I mean. Mama, he treats you, Lord, I mean. He's the meanest man I ever seen. Let's get a sacrada. Treat your daughter mean というね、歌でしたけどもですね、今から先っていうのはその、まあ、ちょっとライブとかやりにくいですけども、ライブの本数とかも結構増えてくるっていう感じですか？ぼちぼちいろんな方とやりながらやっていこうかなと思って、こう、あ、いいですね、自分でこうこんなの歌いたいなと思うような曲を歌っていこうかなと思って、はいはいはい、その今だとねやっぱりみんなこう塞ぎ込んでるから、うんこう一緒に共有できたり、あるいはこう元気に なれるようなそんな歌を選曲しながらやっていこうかなと思って、なるほどね、うん、このアルバムの中からねもう一曲ね、これちょっと生田圭太郎さんの曲聞いてみましょうか。生田圭太郎さんの曲が入ってますね。圭太郎さんね、うん、ご自身で別バージョンでやってますもんね。あ、はいはいはい、うん、歌詞も変えて、あ、これはこれタイトルは、うん、Goodbye Again Goodbye Again。
僕はあの生田圭太郎さんのねあの曲なんですけども、こういうバラード好きだな。いいですね、僕も大好き。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。やっぱりこう声質がちょっとまた変わるじゃないですか。そうですか、うん、あのなんかねすごいいいよね。いいですね。なんか全然何その新しいとか古いとかっていう世界じゃなくて、普遍的なものじゃない。そうですね、だから、うん、すごい今はねやられてもすごいいいと思うので、ぜひねライブでもやっていただきたいと思いますけど、桜田君久しぶりだけども今日どうだった、はい、外でちょっと聞いてた。今日あそこでスタジオの音を聞いてだから結構あの人数制限が今ねちょっと残念ながらまだあるんですけども、いやでもスタジオの音ねすごいいいわ。本当あそうすごいよ。わ嬉しい。本当ちゃんとした番組みたいな感じがする。いや見たいじゃなくてちゃんとしてます。いやそれが電波と乗って飛んでるんだなと思ったら本当いい音だなと思って。なるほどね、びっくりした。客観的に聞いてみたいろいろねご苦労もあって途中で僕もね失敗ばっかりして、まあ13年間経ちましたけどもですね、でもすごい、まあでもやっぱこうやってねあのお会いできる皆さんとお会いできることはすごく楽しみでね、うんうん、ということで曲は僕ちょっと何も決めてないけどな、今月の歌歌っていい？今月じゃねえよ。月ごとに月ごとに歌変わるね。今月の歌歌おうかな。ちょっと松下さん参加しできないかな。あ、ちょっと下がろうか。よく聞いてる。まあ聞こえてないのか。聞こえてない。もう帰った。あ、いるいるいる。じゃあ今月の歌いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。なあ。「
ということでね、不良少年のすすめ。なんでそんな思わないでしょ。なんでそんなおかしい。終わる時のアクションがさ俺いやでもステージだもんね、ね、ライバル。そうだからそういうつもりでやってますよ。ほとんどこのね、最高楽しいよね、狭いスタジオだけども、常に武道館と思ってましたから、はいということでね、あっという間の、1時間でしたが、このね、最後にですね、この、アルバム、アナログ版がね再発されましたけども、これを どうやって、タワレコさん、HMV さん、そういったところでも、はい、うん、今在庫どうかわかんないけど買えるし、ネットでも買えるし、あ、そうですか、うん、検索していただければ、紀ノ国屋バンドで検索していただければ、紀ノ国屋バンドストリートセンセーションですね、はい、これぜひね、皆さんは一家に一枚は、ね、でも昔って LP って2500円ぐらいだったじゃないですか、4100円か、あ、そうなんですね、うん、だから枚数ね少ないくあれするから、カッティングするから、僕のアルバム500円ぐらいで売ってますけどね。いやでも物価考えたら昔の2500円が4000円でもおかしくないですよ。そっか、ね、これやっぱそれだけの価値があるっていうね。びっくりしちゃった、うん、ということでですね、今日は、高崎雅子さんおいでいただいてますけども、この中からねちょっと一曲お聞きしながらお別れしたいと思いますが、はい、この一番これ雅子さんの曲ですね。そうですね、最後にね、そうですね、これはまあ、レコードだと A 面 B 面で、 A がスタジオ版で、うん、B がライブバージョンなんです。これライブバージョンが B 面なんですね。ライブのそう一発撮りで撮ったやつで、なるほど、と緊張してライブやったやつです。気楽に行くわっていう、ねね、曲です。バンドのですね、これは、気楽に行くわ、はい、でお別れしましょう、今日はね、今日のゲスト、高崎雅子さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お相手は、はい、桜田たけしと、はい、松下俊美、花尾義郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。思い
優しい。あの人は今はない。